でも、ちょっと見返しないとわかんないな。何条まで、本当に350条までトレイが覚えていたっていうんだったら、本人がそう言うなら僕は本人の言うことを信じますけど。実際、レセプション。あ、そう。パーティー会場。あ、バトルか。はいはい。あ、全属性か。じゃあバランスよくいった方がいいよな。まあ、グリムのレベルも1だし、うん、別に、あれか、2人が24でも大丈夫だろうな。とりあえず、総合でバディじゃん、デュオが撃てるっていうメンツでね。大丈夫でしょうけど、多分。ちょっと待てよ、そんな無茶苦茶なルールあるか。の、そうだぞ、捨てるんだったら俺様が食う。せやな、捨てるんだったら、お前。捨てるのはダメだよ。寮長、申し訳ありません。マロンタルトを作ろうと言ったのは俺です。まあそうだ、全部の責任がトレイにあるわけじゃないけど、言ったのは確かに彼です。そうそう、まさかそんな決まりがあるなんて全然思ってなくて。これ知らないってことはあれじゃなくて、リトルが勝手に作ったんじゃないか。多分ないと思うけど。作ったことが重要なんじゃない。あ、はい。今日、うん、今ここに、はい、持ち込んだことだけが問題なんだ。そんな無茶苦茶な。マロンタルトがかわいそうだよ。彼か彼女かわかんないですけどね、マロンタルトがね。マロンタルトが彼か彼女かわかんないけど、もう、ここに私いちゃいけないんだっていうショックとかあると思うよ。まあ、彼タルトなんですけど。そんなおかしなルールに従ってるなんてバカみたい。自分にめっちゃ口悪いじゃん。頑張って作ったんです。その言い方ないじゃない。そうよ、頑張って作ったの、こっちは。そうよ、頑張って作ったんです、こっちはもう。一生懸命もう、粉をこね、栗を拾い、ふかし。作ったんですよ。その間にもデュースは卵が無精卵ということを知って一歩大人になったりね、オイスターソースだって騙されたりとかいろいろ頑張ったんです。僕たちそんな言い方ないじゃないの。たずるい。誰俺。そうだよ、うん、さっきから聞いてりゃおかしなルールばっか並べやがって、バカじゃねえの。まあでも作ったのはこの学校なんで、あれですね、学校に行った方がいいっすね、これ。バカだって。すごいバカの言い方がブアカだったね、今ね。ブイだったね、発音。下唇噛んでブだったね、今。ちょ、ストップ、それは言っちゃダメなやつ。あ、本当？あと、リドル君も、うん、こいつらまだ入学したてほやほやの新入生だからね。そうだ、入学して3日目とかだよね。3日目とかでこんな、なんか、すごい連チャンで物事起こすじゃん、いろいろ。俺ら、すごいな。俺らっていうか、俺の周りがなんだけど、ルフィは友を呼ぶ言うてね。いいや言うね。そんなルールに従ってタルトを捨てるなんてバカだって思うだろ。ふざけんなよ。まあ足してんのは良くないんだね。俺もエースに賛成です。もちろんルールは守らなければいけないものだとは思いますが、うん、まあ、まあ、守らなきゃいけないしね、ルールと障子は破るためにあるって昔からよく言うし。さすがに突飛すぎる。うん、僕に口答えとはいい度胸が終わりだね。いいかい、小さなルール違反が大きな問題につながるんだ。まあ、時と場合にはよるけどね。言いたいこともわかるよ。別にその、で、ちっちゃいことをずっとほっとくとなんか、でかくなってたみたいな。過去になんかあった？他の奴らも、魔法封じられるのが怖くて言い出せないけど、こんなのおかしいと思ってるんだろ？うん。いや、僕たちは。あ、ちょっとちっちゃいわ、ちょっと。そうって、赤信号みんなで渡れば怖くないって知ってる？なんかこれ前も言ったな。へぇ、そうなのかい。でも仮にさ、ハーツレベル寮生がさ、とんでもありません、寮長。みんな仮に首は全員締められちゃったら、それはそれで問題があるから、多分学校側が動くと思うよ。一回みんなのね、魔法使えなくなっちゃって。そっからだと思う。とりあえず行動に起こせ、お前ら。すべては寮長のご決断次第です。絶対心にも思ってねえもんな、こいつ。よくその言葉がスラスラ出たな。そんな日和やがって、だっせ。もっと言ってやれ。僕が寮長になって1年、うん、ハーツラビル寮からは一人の留年者、退学者も出していない。あ、何、他の寮とかは何、退学者とか留年者いるの？あ、いたわ、留年者一人。これは全寮内でハーツラビルだけだ。この寮の中で僕が一番成績が優秀で、一番強い。え、本当にいたんだ、じゃあ。退学者とか、へぇ。あ、そうな。
どんな学校なの？あ、でもちょっとうちの高校も入学式から卒業式まで一クラス分ぐらい人数減ってるから、あんまそれに関しては何も言えない。すげえな、そう考えたらもう。だから僕が一番正しい！口答えせず、僕に従っていれば間違いないんだ！まあ確かにね、成績も、その、ね、指導力とかもあると思うんですけど、多分君に一番足りないのは経験だと思う。そんな。僕だってやりたくて首をはねてるわけじゃない。お前たちがルールを破るからいけないんじゃないか。すっげえ怖い顔すんじゃん。なんか言いなさいよ、思うことがあんなら言いなさいよ。僕に従えないのならまとめて首をはねてやる。それができる実力者ではあるんだよな。みんなほら、はい寮長って言って。すっげえなんかビラン顔するやん。言えません。自分もも何も俺ハーツラベル寮生じゃねえからさ。多分俺には振られてないのよその話。はい寮長って言いなさいっていうの振られてないのよ俺は。だから自分もも嫌ですもん。なんかおかしな話なのよ。あと今更気づいたけど、その左下の本の上にあるちっちゃい椅子、何、嫌です。俺ハーツラベル寮生じゃないんだよ。こんなわがままな暴君、こっちから願い下げだ。今なんて言った？お前は怒りんぼでわがままで食べ物を粗末にする暴君って言ったんだぞ。すっごいなんか言ってないけど言った。おい、そこまでは言ってない。でもそう、うん、もちょっと叩いといて後で。お食い食いは減った。これさ、俺には使われてないよ多分ね。俺だって魔法使いながら関係ないもんね。ちょっとしたもうなんか新しいおしゃれだよねこれ、 やられてたら。うわー、あーもうグリムがもうほら首輪オン首輪になっちゃった。またこの首輪なんだぞ。くそ、外れないだろうな。これなんか電の子とかで切るとダメなの。首に電の子当てられてダメなのかな。トレイ、ケイト、こいつらをつまみ出せ。先輩やからさ、一応さ、君が寮長だとしても一応先輩なんだからさ。はい、寮長。ほらもうなんか闇落ちしちゃってんじゃん。もう先輩たち、ごめんね。俺たち寮長には逆らえないからさ。悪いな。でもほら、なんか思うことあるんだろ、それ言いなさいよ。ああ、そうかよ、やってやる。ああ、バトルか。ああ、はいはい。ああ、何、二人で戦うってこと？やってやるってこと？あまり手荒なことはしたくない。全力でかかってきなさい。よし。ああ、なんかパーティー会場で見んのちょっと久しぶりというか、いいね、パーティー会場。わかったぞ、見てろよ。かわいい。どうしたの？こんなもんかな。ほら、グリム、かわいいな。何その高らかな笑い方。にゃははは、つったけど。俺に勝てると思った。長々とかかってしまった。いや、それじゃあエースちゃんたち、まったね。でも負けたことになるんだな。謝れば寮に戻れるように寮長はなだめておくから。子供扱い方が子供の、それくそー、絶対謝らねえからな。そりゃな、エースとしても俺らからしてもおこだよね。そりゃむちゃくちゃな。あれ、また戻るの？まったく。さあ、気を取り直してパーティーの続きだよ。うん、でも寮長だったらやっぱ同じ寮生をこう構成させるじゃないけどさ、そうやって導くのが寮長の仕事ではあるような気がするんだけどさ。今日はクロッケー大会もしなくちゃいけないんだから。普段してないの？予定から15分も押してしまっている。最悪だ。じゃあもうクロッケー大会やった方がいいよもう。はい、寮長。ほらもう元気ないじゃん、察してあげて。あ、楽しくないんだなって察してあげて。お前本当にこれでいいわけ？
お、トレイにお前呼びってなかなか珍しいね。俺にはどうすることもできないよ。で、言っていいでしょ。別に立場的にも別に先輩やし副寮長だし言っていいでしょ。できるよ、大丈夫という感じのブロッドシーン。あ、で終わりかな。あ、はいはいはい、待って待って。さてと、あ、もう何、突然アドバイザーだ。あ、そうか先を知っちゃってるからな。し、なるほど。あー、くそ、腹立つ。あの赤毛のチビ坊くん、自分がハートの女王にでもなったつもりかよ。え、なに、わ、追い出されたのはパーティー会場か。寮長に逆らって追い出されるなんて、どんどん優等生から遠ざかってる。え、でも何事も従うだけが優等生じゃないからいいと思うよ。うい、首輪が苦しくて重たいんだよさ。なんかグリムの重力はなんか二人に比べて重そうだね、その首輪はね。その首輪の重ね付け生かしとるにゃ。あ、やっぱ重ね付けなんだあれ。お前のピアスでもかっこいいよな。おい、デモは分かんない、デモって言っちゃったよ。生首お化け何、生首お化けって単語面白いな。おっと、体を出すの忘れとったわ。忘れることがあるんだな。なんだ、ちゃんと体もあるんじゃないか。君は？うん、俺はアルチェミ・アルチェミエビチピンカ。アルチェミ・アルチェミエビチピンカ、俺一生覚えらんない気がするんだよねアルチェミが2回入ってんのは覚えてんだけどさ。猫のような人のような魔力を持った摩訶不思議なやつ。でもチーニャはそうだよね、獣人族ってことなんだろうね。アルチェミ、あ、なんだって。アルチェミ・アルチェミエピチピンカ、自信ないわみんなチーニャって呼ぶかね。どの辺取ってチーニャになるのそれ。アルチェミエ、アルチェ、アルチェ、いいやもう少なくともその辺のやつらとはレベルが違うぜ。ね、このセリフがあのシャネコのセリフですよね。もうさ、なんか昔 いつ頃だったか中学生ぐらいかな、なんかあの深夜にね、ディズニーチャンネルで不思議の国のアリスがやってたのよ。夜中だったからかもしれないけど、なんかものすごい怖いイメージあるのよ、シャネコに。なんか包帯みたいに体がさなくなってくしやんじゃん、あれめちゃくちゃ怖くてリア怖かった記憶あんだよな。シャネコの存在ってちょっと面白いよね。変な人が、どこの寮の人、変な人が、変な人かもしれんなそうかい、ここいらじゃこれくらい普通だけどね。あ、マジ、じゃあちょっと俺も普通のレベル上げてかなきゃいけないね俺は暴君に理不尽な目に遭わされて機嫌が悪いんだよ。どっか行け。リドルが暴君まあそう言えなくもないかもしれないけどね。でもよくよく見たらなんかあれだよね、ロイヤルソードアカデミーの制服出たじゃん、豪商で。チェーニャってこれ制服なのかな、寮服、どっちなんだこれ。制服だとしたらだいぶまともに着てないのこれちっこい頃からあいつは真面目なやつだもんで何か知ってるのか。知っとるといえば知っとるし、知らないといえば知らにゃ。あ、でもこれは確かにそうだね、知らないといえば知らないもんね。どっちなんだぞ。何、君らリドルについて知りたいの。ああ、知りたいね。どうやって育てりゃあんな横暴に育つのかそれじゃあ、あのメガネに聞いてみにゃ。自分からは話さないスタイル。メガネってクローバー先輩のことか。うん、まあ他に初ラベル寮生にメガネいたらそいつかもしんないけど。あいつはリドルがちっちゃい頃からよう知っとるよ。ほほ、リドルについて知りたいなら俺ならまずあのメガネに聞くにゃ。幼馴染ってことか。そんな感じはしなかったが。おみゃがそう思うならそうなんじゃにゃーの。なら俺に聞く必要はないにゃ。おいじゃ首だけ残してくのやっぱ面白いよな。ほらもうなんかバラの木の一部になって
そういうなんか怖い話あったよね。ちょっと面白いなこれ。あ、おい。やっぱりこの学校の警備システムザルだな。なんか変なやつだったんだね。あ、区長が映った。なんか似合うからそれでもいいよ、お前は。ずっと首輪をはめられたままじゃまともに授業も受けられない。これに関してはなんか先生がさ、もうちょっと問題を重たく受け止めるべきだと思わない？クローバー先輩に話を聞きに行ってみよう。それに謝って外してもらうなんてダセーから絶対嫌だ。これに関してはねえ、こっちは100悪いとは思わんからね。そりゃそうなるだろうな。待ち伏せしてみよう。あ、意外に頑固だね。待ち伏せしてみようぜ。待ち伏せす、あ、するんだね。もうほら、なんか、ボコリに行くスタイルじゃん。完全にクローバー先輩やるぜ。みたいな。